わ、立てる気しねえわ。ちょっと最後持ってみますか。はい、だいぶ乗りやすいですね。だいぶいいじゃないですか。この短時間ちょっとやっただけでもこんだけ変わるんですよ。立ち感はあまり良くないな感じで、具体的になんか怪我してしまったので、怪我はちなみに膝を怪我してしまって、はい、どっちですか？右です。ただの内側なんですけど、2ヶ月ぐらいかかっちゃって、はい、そう、まあ、内側も結構長めです。そうなんですね。姿勢の段階からちょっと崩れて、立ってる状態で常にやっぱりこうグッと踏ん張ってる部分があるんで、力み感が抜けなくなって、そのエラーが特にやっぱり前ももすごい出るんですよ。とやっぱ腰ですね、支え方、はい、ちょっとチェックしてみましょう。軽く見たらしますよ。これで踏ん張る感じ分かります？グッて乗りますよね。これ今真下に押してるんですよ。本来だったら足にそのまま体重をグッて乗るだけで済むはずが、この分のグッとずれる分が今姿勢のずれだった。それが今受け止めてるのはやっぱこことここなんですよ。分かりやすくちょっと負荷かけたんで、よりグッと乗る感じは出るんですけど、立ってる時常に乗っかってる、頑張って持ってくれてるんですよ、腰と太ももで、はい、その分の硬さが抜けないのは必要だから。ただ前ももが強くあるのは、あと動き方のとエラーも多少あると思うんですよ。サッカーの場合ボールを扱うので、どうしても膝下の主張が強いですね。なので膝から前に出やすいんですよ。これってどうしてもここで踏ん張るのが強く出てきやすいので、おそらく股関節の動きもちょっとそうですね、出づらくなってきてる部分が大きいかなと思いますね。はいはい、メインはまずこの背骨ラインから股関節にかけての動きが出てくるだけでもだいぶ変わってきますね。はい、重心の位置がしっかりまっすぐ取れて、その上に体が乗れてれば問題ないんですよ。乗ったところでって感じです。いつも通りの感じになるんですよ。立って重心が落ちる位置ってこのくるぶしのあたりだと、ここの真下に降りるんですね。で、落ちると自然とこの指まで踏みやすい状態になります。後ろ荷重じゃなくて、重心取れる真ん中なんです。思ったよりちょっと後ろなんですね。そこに乗っかれるかどうかで、それを判断するのが立ち方を見るためのこの手。で、これがうまく取れれば、そのままこう、片足で動いても、一応ジャンプまでは、特に問題はない。重いんで上がらないですけど、って感じですね。なので、ちょっとやってみましょうか。うわ、立てる気しねえわ。止まる方は難しいです。これね、止まれるのすごいですよ。感覚の中でやっと力みますよね。弱点を希望にさせてくれる。ここで耐えてるんでしょうね。そうです、止めてるんですね。あの、正直、そこで耐えててこのレベルの立ち方はすごいです。もっと棒みたいになります。こんな感じになります、ほとんどの人。やっぱ能力の高いです。だからここが落ちて耐えてみたいな。確認のためでもありますし、はい、これ履いていくだけでも感覚が一応磨かれるんで、ちょっと立ち方変わります。10分くらい乗ってると。これに10分も乗るのか。そうです。嫌だな。使いますよね。それを疲れない体にちょっとしていきましょうって感じですね。はい、まず要となるところが、はい、ここの仙骨です。聞いたことありますか？はい、あります。ここの仙骨にどれだけ体を預けられるかっていうイメージです。まずは中にちょっとクッと入ったような感じなんですよ。本来の位置にあれば入ったような感じは出ないんですけど、うん、今までやっぱり落ちてた分、ちょっとクッと前に。まず、今のと踏む感じでちょっと軽く上げますね。そこからこのかかとを、お尻の座骨のところにまでしまっちゃいます。仙骨クッと上げた圧のまま仙骨をこっちに押し出すよ、グッと感じて、股関節も上に伸びていく。そのまま膝がつけるところまでその伸びを作って持っていければベストです。ただ伸ばすイメージとしては、ここの仙骨がグッと倒れているのを前に押し出していくと、結果的にこっちは伸びていくよねっていうイメージです。動きの中で中の方にグーッと押し出せていけば、自然とこの突っ張り感は徐々に消えていきます。方向的にはコードよりは膝の方向に向けてのこういう方向ですね。ちょっとこう線を描くような感じです。さっきの軽く踏む感じでちょっと持ち上げるだけです、最初は。そうです。で、そのまま入ってますよね。この入る方向をさっきのこの放物線の方に持っていきたいので、手で体をずらしたいです。このままこっちですね。でもうちょっといけますか。ここが上がっちゃうと結構ハードなんで、まだすり足でいいです。ここからちょっと持ち上げる段階に入ります。もうちょっと後ろにこのかかとをしまってあげた方が行きやすいと思いますね。いかない。いかないですね。これが限界ですね。はい、今はこれで全然いいです、はい。もうちょっと早いと思います。このぐらいですね。ここで止まればいいです。この時に、この乗っかり、この仙骨の位置だけ捉えてあげて、後のところは消していくんです。いければ、このかかとがここまで乗ってあげた方が消しやすいですね。この圧をキープしたまま、そう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 、その感じ、その感じです。消えてます。すると多分ちょっと余白が出るんですよ。ちょっと前に進めるかもしれないです。まあ、ただ無理に動かすと、グッとくるんでね。これは順序よくです。無理にせーのでいっちゃうと、ちょっと腰痛めますから。上げて、ここからもこの上げた圧キープしたまま足をちょっとこっちまでちょっとよいしょって持ってくるんです。その通りです。もう一段いけると思います。そうです。ちょっとずつ、あー、でもこれできついかな。これいかないんだったらもう伸びしろたっぷりですね。ちょっとずつ消していく作業ですね。こうです。特にやっぱりこのライン、前もものラインとこいつですね、はい、うん、どれだけ点で合わせられるかですね。
ちょっと体前出せますか。あ、OK です、OK です。ほら、進んできました。これで1日5センチ進めばもういけますよ。今、それこそ5分くらいこの体勢でいただけですから。で、ある一定ライン超えると、多分これ乗る頃にはグッと入る感覚がちょっと鋭くなってくると。かかとのところまで乗るってことですか？そうです。このかかとがこのお尻につくから、ここに乗った瞬間、一段股関節がグッと前に出るんですよ。その感覚が作れるとちょっと変わってくると。傷立ちの状態から、引ける範囲まで開きます。また膝が乗っかった状態で、先ほどと同じように前に立つんですよ。この時に、へそより先にこう落ちていくんですね。この状態をまずセット。ここから股関節だけを動かすんです。すると、横に振るんですね。動き自体はそんなに難しくはないんですけど、さっきの力の伝わり方が結構モノに出るので、エラーが代表的なのがいくつかあるんですけど、まずやってみましょう。ここの位置ですね。まず仙骨をこっち向けたまま倒れてみましょうか。前に。これがまあちょっときついんですけど。いや、そうっすね、はい。ただこれ動かすとこれも緩くなるんで、いける範囲でいいです。で、そのままこれ以上伸びないなと思ったら倒れちゃっていいです。そうです、そうです。今の見よう見まねでやってみましょうか。横に倒します。力が通らないなって感じが出るなら、もうそれは正解ですね。そうです、そうです。その感じですね、今ね。判定いきましょう。いや、伸びしろですね、完全に。いや、これは本当に僕も、うん、ずっとこれは結構練習したんですけど、うん、感覚がつかめないんですよ。これはね、逆に一回できたら忘れないです。あ、うん、そこちょっとつかみに行きましょう。あ、うん、これは、やっぱりさっきのこいつが邪魔してるんですよ。まず、動きをフィードバックさせましょう。ちょっと動かします。こういう方向なんですね。動かせば行くじゃないですか。行くはずなんですよ。この範囲は。自分でも。そうです、自分でも。力が届けばここに通るはずなんです。ただ通ってないだけなんですね。ここだよっていう感じなんですけど、ほら、どんどん行くじゃないですか。ね、範囲はどんどんこうやって動かせば広がっていくんです。この動きをまず。気持ちいいですね。ね、そうなんですよ。腰の治療でこういう動きもするんですよ。それこそこれで回すようにこうやって回すのかしら。ちょっと伸びがいい感じですよ。ちょっと最後持ってみますか。はい。あ、でも、だいぶいいじゃないですか。だいぶ乗りやすいですね。だいぶいいじゃないですか。この短時間、ちょっとやっただけでもこんだけ変わるんですよ。立ち感も全然安定してますよね。はい。さっきよりは全然、ここの割りがなく乗ってます、ね。スーッと乗ってます、ね。はい。やればやった分だけ絶対動くので、あ、うん、